おはようございます、リンチーです。今日はね、この僕が泊まってるホテル、どんなところかちょっと軽く歩いてみようと思います。まあね、今部屋から出たところなんですけども、はい、ちょっと歩いていきます。すごいね、海もあって山もあるんですよ。山、後ろは山ですね。ここがなんか他のリゾートアイランドとはちょっと違うかなみたいな感じです。一回こんな感じで、あっちの方までずっとホテルの部屋が続く感じです。で、ここちょっと歩くと、そのレセプションの方に着きます。でね、ちょっと残念なのが、このリゾートアイランドホテル1個しかなくて、かつね、 Wi-Fi が200メガバイトまでしか買っても1日で、ね、使えないんですよね。これがすごく残念で、基本ね、電波ないんですよ。 でね、ここにね、なんかスキューバーダイビングとかカヤックとかパドリングとか借りれるとこあります。まあそこにね、ゲームセンターでね、こっち側がプール。まあね、目の前に海があるんで、僕はあんまりちょっとプールで遊ぼうかなとはそんなに思わないんですけども、まあプールサイドでのんびりするのもありかなとも思います。で、目の前がまあレストラン1、で、ここがまあレセプションなんですけども、まあ大体こんな構造になってて、もう目の前がね、フェリーハーバーになってるんですよ。もう朝からたくさんの人が来てるんですけども、ここはもう海です。で、多分毎日10本ぐらいフェリー行ったり来たりしてるんで、水の透明度はすごいです。海水の透明度、あそこ魚見えるのかな。皆さん、下魚見えますよね、これ。これ魚見えますよね。もう水の透明度こんなにあるんで、もうこんな魚見えますね。で、ほら、あっちずっとビーチが続く感じですね。今ちょっと満潮気味なんで、こっち側魚いんのかな。あ、こっち側にもいた。こっち側のがいい。もうね、ヨットハーバーからもう降りてすぐ、もうこんな魚たっぷりの場所いいな。これ後で来ようかな。ねえ、ちょっとね、この前ね、実はちっちゃいサメがいたんですけども、今ちょっといませんね。で、あっちの方に泳いで岩場の方に行くと、サンゴ礁が下にあって、もうその下で泳ぐと、もう本当でかい魚とかたくさんいます。
いや、やっぱいいですよ、リゾートアイランド。でね、泊まり客となんか一日客両方いて、ここでね、一日客の人はここでなんかアクティビティのいろいろ借りれたりするんですよ。まあカヤックとかスキューバーダイビングはね、ライセンスないと、多分コーチの人ついてないとダメなんですかね。はい、水こんなに透明です。ちょっとね、すんげえ透明。ただね、あのここにはね砂浜ないんですよ。だからちょっとウォーターシューズ履いてないと歩くのちょっと辛いですね。で、あっちの奥の方に見えるのが、トランポリン。トランポリン全員無料で遊べるそうです。はい、こんな風にあのカヤックたくさん置いてあります。で、こっちの方に、まあね、ホテルの中はね、あの基本的に何でもちょっと高いんで、こっちの方に1日客用のエリアがあるんですよね。まあホテルに泊まってる人も使えるんですけども、ね、森があってすぐ海っていうのがこういいんですよ。もう完全に後ろ山ですからね。でこっちが、まあ、スーパーマーケット、あの9時から5時までやってますね。でここにね、あのコインロッカーがあるんですよ。でもね、多分この数だとねちょっとね足りないかなみたいな感じ。でまあここにねレストランとバーがあるんですけども、結構空いてる時間は限定されてます。でまあ食事はね全般的にね、まあまあしょうがないかなみたいな感じですね。まあそんなに期待してなかったら別にまずくもないですよみたいな。なんかなんだっけ、この鳥なんだっけ、あ飛んでいった。まああっちの方がねトレッキングコースになってて、あの奥入っていくとなんかヌーディービーチっていう、あの砂浜のビーチがありますね。こっちの方はあんま砂浜ではないので、まあいろいろ設備があるエリアはまあこのぐらい。ホテル基本1個しかないんで、僕が泊まってる部屋はあのだいたい、まあ、日本円にしてどのぐらいかな、1万5000円の部屋なんですけども、まあ海見ながらのんびりできるんで、
非常に快適です。はい、皆さん、透明な海です。